何それ。こんな、来た見れた。もう話流れとるやん。この試合が終わったら勝敗が決まります。この攻めがドラゴンさん08203が攻めたタイミングで全てが決まります。ここでこの方が星3を取った場合、ハルパパクラ@クラクラ TV の勝利が決まります。もちろん星3を取られた場合、終了します。すいません、実況できるメンタルではありません。本当にただ祈るばかりです。9回裏の攻撃ですよ。あ、これはうわ、クロックか。うわ、これオーバーキルじゃね？いや、パピーが離れてない。いや、パピーいらねえな、これ。うわ。いいとこねえな。1分でしょ、無理だ。テスラ頑張れ、テスラ。1分？いや、いけるな。防衛できるだろ、これ。いけるだ。パピー弾けんな、隠しテスラもう、機能停止しろ。43?43? いや、いける。30秒だろ。いけるだろ。28。全体的に広がってんな。25、うわきっつ、マジ、いやー、やべ、やばい、うわ、終わった、10秒、10、うわ、ガチ、8、7、6、耐えろ、大工の声、お、マジ耐えろ、1000円、1、終了。99%！ 互角。うわー、ちょっと救われた。うわー、もうマジすまん。いやー、結果ゴエモンジャパン VS ハルパパ@クラクラ TV、 22対22、引き分けという結末になりました。クラクラの神様は残酷です。次回またお会いしましょう。上手くなりますというか、やります。ゴエモンジャパン VS アルパワートマークラクラ TV、 終戦を迎えました。完全に暗めに助けられました、今回は。以上です。ご視聴ありがとうございました。